私は今、君の中の少年に話しかけている。はい？親愛なる原告国民の皆様にお伝えします。これそんなエロくないなら本心バーバだから。はい、どうも細道です。天才的な空っぽだ。ザコはザコらしく従順にしてれば。なんだ、何が起きてるんだ。大丈夫ですか。僕たち荒葉巻は文化の火を絶やさないため今も戦っているんです。それはちょっと投げる展開かもしれませんね。歓迎しよう。どうしよう。我ら秋葉原レジスタンス荒葉巻だ。だらけじゃねえか。あらあら、期待を裏切らないでほしい。ホスの力、我々の共同に反発する不届きな反乱分子愛敵に努めて、これは秦国元国融和への道筋である。ダラク文化の青春をよ、このガラクタの町と共に消える。どうして。これは俺のせいだ。確かなりだせば。できないのかよ。これで終わりなのかよ。終わらないよ。だってアイドルが好きだから。アイドルってどうすればなれるの。かっこよ。いい、私ゲームの後から輝くの。この先に君が待ってる。こっち行くのエネルギーです。だからエネルギーが湧いてくるんです。だから今こそ内なる魂を解放し、貴様の欲する力を具現化させるのだ。どいつこいつもうるせえんだよ。